こんにちは。ここは総武観光線の津田沼駅です。今回はですね、この津田沼駅を始発とする各駅停車の西船橋行きに乗車をします。津田沼駅に22時49分津田沼駅の当駅止まりとして到着をし、5分間乗り返しで西船橋行きは発車をしていきます。今回はその列車に乗車をしていきます。この電車は折り返し22時54分発各駅停車西船橋行きとなります。西船橋行きという行き先自体はそこまで珍しくはありません。朝の時間帯とかそういう一部時間帯ではですね、中央総武観光線には西船橋行きというのは多く走っております。しかしながらそれは A 線だけの話であって、今回の列車のように B 線で西船橋行きというのは大変珍しいと思います。まあ、そういった珍しい要素が詰まっているのはこの列車のみだと思います。行き先自体もですね、昔は中央快速線が乗り入れるような武蔵小金井とかそういった行き先があったんですけれども、それは全てなくなってしまい、B 線はですね、三鷹か中野になってしまいました、行き先が。しかしながらですね、西船橋という行き先が残る以上ですね、この西船橋行きっていうのは B 線にとっても珍しい貴重な存在だと思います。まあ、中央総武観光線で珍しい行き先というのはお茶の水とかで、あとは今回の西船橋、まあ、この西船橋は別に行き先としては珍しくないんですけど、あとはやはり幕張ですかね。まあ、この3つがですね、やはり珍しい行き先として数えられるものだと思います。そして今回の車両は E231系500番台なんですが、まあ、あの多くの、ね、編成数がある形式なんですけれども、今回はトップナンバーです。あのこの列車はですね、もともと千葉始発の西船橋行きだったんですけれども、まあ、どこかのダイヤ改正でですね、まあ、千葉から津田沼に短縮されたようなんですよ。それで今回こういった短区間列車が誕生したということらしいですね。次の停車駅は東船橋です。 JR 東日本もご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央総武線各駅停車西船橋行きです。次は列車は東船橋に到着です。並走する総武快速線にホームありません。総武観光線のみホームを有する駅となっております。ここから見るに列車の乗り降りは全くありません。次の停車駅は船橋です。船橋駅はですね、まあ、千葉県内でも結構トップな方なんじゃないですか、多分利用客数においてはね。東武野田線とか、あとはやはり総武快速線にホームがあるということ、そして総武快速線の通勤快速とかも止まるということ、そして一部の特急も停車をする、そして近くにはですね、京成船橋という駅がありますので、まあ、そういういろんな路線が行き交う駅でもあるんですよね。京成船橋のですね、朝ラッシュの様子はこのチャンネルにもありますので、ぜひご覧ください。 URL 貼っておきます。そしてこの東武野田線においてもですね、船橋駅から急行列車に乗車するというものがありますので、その動画のリンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。なおこのチャンネル、昔船橋と西船橋を比較するというそういった動画がありましたけれども、それについては削除させていただきましたので、ご了承ください。さて船橋を発車、総武快速線は15両編成が発着しますので、ホームが総武観光線よりも長くなっているのもわかります。次は西船橋。西船橋はこの列車の終点です。西船橋駅はですね、まあ、総武快速線ホームを有しておりませんが、なかなか路線は多いんですよ、乗り入れるね。総武観光線のみならずですね、東京メトロ東西線、そして東洋高速線、そしてさらに JR 線の武蔵野線が乗り入れています。そして武蔵野線からね、伸びている京王線、海浜幕張とか、もしくは市川塩浜の方へ結ぶ、まあ、支線ですね、まあ、そういった京王線の支線も西船橋が伸びていますので、まあ、路線としては多分船橋よりも多いんじゃないでしょうかね。西船橋に到着です。西船橋はですね、中線に到着をします。まあ、予想はつくと思いますけどね。この列車はですね、中野寄りのホームのみが開きます。中野寄りのホームのみが開きます。そしてお隣5番線にはですね、東京メトロ東西線から東洋高速線直通をする05系の東洋勝貞行きが到着をしました。やがて今回乗ってきた列車はドアが閉まって、
折り返し千葉側にある引上線に入線をします。この列車は千葉寄りにある引上線に入線し、翌日 99B の列車に充当されます。翌急翌平ともにですね、西船橋始発の三鷹行きとなります。ちなみにですね、早朝に撮影をした千葉寄りの引上線に列車がいる状態の写真がありますので、ぜひご覧ください。こんな感じでこの列車もですね、翌朝まで運用に備えるんじゃないかなと思います。まあ結構ですね、行くにしてもですね、深夜の時間帯なのでなかなか辛いところがありますけれどもね、結構新鮮な気持ちになれるので、ぜひおすすめしたい列車です。ご視聴ありがとうございました。